デビューのきっかけは、日本の原宿っていうところを歩いてる時にスカウトされて、それからずっとやってるんですけど、グラビアはもうそれから10年ぐらいやってて、はい、10年ですね。長くやってます。グラビアも大好きなんですけど、今あの歌の活動もしてて、もう小さい時から歌うことも大好きなので、今は歌のお仕事が楽しいです。多分、ご飯屋さんそう、食べることも大好きなので、多分ご飯に関わるお仕事をしてると思います。歌うことと食べることですね、はい。最近ハマってることは何ですかね。でもちょっと前にハロウィンがあって、こうコスプレとかしてたんですけど、結構今回アバターとか、なんかハーレークイーン、スーサイドスクワットのハーレークイーンとか、いろいろこうペイントとかをしながらやってて、すごいコスプレにハマりそうな予感がしてます。いっぱいご飯を食べる人、美味しそうに食べる人、あと歌が好きな人ですかね。すごくエネルギッシュな感じ。あとご飯が美味しそう。そう、行ったことないんですけど、そう、ご飯が美味しそうだなっていつも思ってます。今回のグラビアを楽しんでもらいましたか？これからも皆さんにたくさん応援してもらえるように頑張りたいと思います。そしてあのグラビアじゃないんですけど、歌の方で12月7日に、シングルが発売されます。 True Love という曲なんですけども、とっても可愛い曲なので、皆さんぜひぜひそちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。またね、ありがとう。